ストレイキッズが7月19日にニューミニアルバム、アテを発売する。JYP エンターテインメントは6月19日0時、公式 SNS チャンネルに、ストレイキッズ、アテトレーラーを掲載し、ストレイキッズのニューアルバム発売のニュースを伝えた。これによると、彼らは7月19日午後1時、アメリカ東部時間基準0時にニューミニアルバム、アテでカムバックする。 嬉しいカムバックのニュースと共に公開されたトレーラーは幸運をもたらすフォーチュンクッキーブランドアテの広告モデルとなったストレイキッズの姿で始まる広告から現実に画面が切り替わりストレイキッズは和やかな雰囲気の中で会話をしながら好奇心に満ちた様子で目の前に置かれたフォーチュンクッキーを開けてみるクッキーの中のユアラックのロンガーラスツフロムナウオンというフレーズに直面した彼らには 買ったばかりのピザを落とし、おもちゃのブロックを踏んで滑るなど、思いがけないことが繰り返される。メンバーは、幸運を取り戻すためにあちこちを探し回り、ついに新しい、あてのフォーチュンクッキーを見つけると、幸運な状況が相次いだ。幸運そのものを意味するあてのフォーチュンクッキーを手にした彼らが、幸運を運ぶ幸運の主人公であることを示唆し、映像は陽気に締めくくられる。予告編は、 幸運を占うフォーチュンクッキーというユニークな題材とアルバム名、アテを活用した愉快な広告のコンセプトで没入感を高めた。ユーモラスな状況の中、メンバーたちの巧みな演技が見る楽しさを倍増させる。18日午後9時、グループの公式 YouTube チャンネルにアップロードされた自主制作コンテンツ SKZ コードで予告編の一部映像をサプライズ公開してファンの好奇心を刺激したことに続き、 0時にメイントレーラー本編を公開し、関心を高めた。アルバム名、あては、今年の夏に韓国国内外の音楽史上を魅了するというストレイキッズならではの陽気なエネルギーと堂々とした抱負が込められている。自分たちが手がけた音楽とともに作品ごとに飛躍的な成長を遂げてきた彼らが、今回のニューアルバムを通じて、またどのような新鮮な音楽と姿を披露するのか期待が集まる。 ストレイキッズはニューアルバムアテの発売とともに7月12日以下現地時間にイタリア・ミラノのアイデーズ14日にイギリス・ロンドンのブリティッシュ・サマー・タイム・ハイド・パーク8月2日にアメリカ・シカゴのロラパルーザ・シカゴの3つの大型音楽フェスティバルにヘッドライナーとして出演するストレイキッズのニューアルバムは19日午後1時からオンライン音楽配信サイトで予約販売を行う